改めまして、ベルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る峠小僧をしておりました。今回は、前回に引き続き、このレーシングシミュレーターアセットコルサにおけるタイヤーズイニーについての解説をしてまいりたいと思います。ちなみに前回の動画いかがだったでしょうか？ちょっと難しい内容も含んでおりましたが、本日も元プログラマーである私、タイヤの駆動に関するポイントをお伝えしてまいりたいと思います。その前に皆様がこの動画を見失ってしまうといけませんので、チャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。はい、それでは、早速なんですが、本日の解説動画でお伝えする内容は、タイヤが路面から受ける荷重に対するタイヤの応答性。二つ目が、タイヤのグリップの限界性能。三つ目がブレーキング時の、制御。といった、タイヤ挙動にとってとても重要なポイントを本日お伝えしてまいりたいと思います。はい。まずは、タイヤが路面から受ける荷重に対するタイヤの応答性、タイヤのレスポンスに関する、設定をお伝えしてまいりたいと思います。まずですね、ここで使うパラメーターは FZ0 というものと、LSXPY というものとですね、あと、LSXPX というこの3つを使って、タイヤが、まあ、路面からですね、路面から受ける荷重に対するタイヤの応答性、まあ、特にですね、タイヤのグリップが、荷重にどうレスポンスがあるかというものを、制御していくんですね。で、まあ、これによって車の挙動というのが、よりリアルにシミュレートされることになります。それではまず FZ0 について触れてまいりたいと思います。こちらはですね、縦荷重、加速時や、ブレーキング時のですね、縦荷重の基準値を設定するものとなります。これはですね、まあ、タイヤにかかる縦荷重の基準値を示しているのですが、この数値というのはタイヤの特性がですね、まあ、最適に機能する縦荷重のレベルを設定するものとなります。ですね、まず一般的には1500から2500の間、単位としてはニュートンになります。ですね、まあ、ちなみに ML86 号の場合は、数値をここを1900で与えてます。ですね、まあ、1900ニュートンの荷重というのは、約190kg に相当するんですね。で、その荷重が、まあ、この状態がですね、タイヤにとって、まあ、理想的な荷重と言えます。で、この荷重を超えた場合は、タイヤのグリップ特性が、まあ、変化してですね、接地面積であったり、まあ、摩擦が影響を受けるため、まあ、性能が、低下する可能性が出てきます。なので、まあ、ドリフトに持ち込みやすかったりとか、まあ、グリップも最適に設定してあるのですが、まあ、いわゆる、ML86 を1900という数値は、AE86 にとってはグリップと、安定性能ですね。そういったところを、挙動を実現させて数値としています。まあ、ここの数値はですね、車種に合わせた適切な荷重を設定してあげることが、重要なものとなります。はい、続いて、LSXPY となります。こちらはですね、横地に対しての、まあ、グリップ特性、スリップ特性を、表すものとなるのですが、まあ、言ってみれば、この値がですね、高い場合は、横地に対して、まあ、タイヤのグリップ力も大きく増加しますので、まあ、より強い、コーナリングが可能となります。で、逆に数値を小さくすると、横地に対するですね、グリップの増加も、まあ、鈍くなりますね。ですね、一般的には、ここの数値は 0.8 から、1.2 で調整することが多いと思うのですが、ちなみにですね、ML86 号の場合は、ここの数値を 0.78 で、取っています。一般値よりも若干少なめになっていますが、これはですね、まあ、この数値、まあ、スリップでですね、スリップをどのように、調整するかというところで、
実車挙動に合わせて、まあ、バランスをとっていくのがいいかなと思っております。はい、お次はですね、LSXPX の解説に入ってまいりたいと思います。こちらはですね、縦方向に対する、縦G ですね、縦G に対する、グリップの変化を表すものとなります。縦 G がですね、縦の G が増加するにつれて、縦方向のグリップがどのように変化するかっていうのを表すのですが、言ってる意味わかりますかね。縦に、まあ、例えば減速時にブレーキをかけた時にグッと、前荷重となりますよね。その時にどのようにグリップ、またスリップが、どのように起こるかっていう、その、まあ、増加量ですね、を表す指数となるんです。はい、まだこの値がですね、この数値が大きいほど、荷重が増すごとに、縦方向のグリップ増加が大きくなって、小さい値にすれば応答が、弱くなると、まあ、一般的にはですね、コンマ8から、1.5 で組まれていることが多いと思うのですが、私の ML865 では、コンマ82の、数値が入って、まあ、バランスを取るように、まあ、それで実車挙動を出すように調整をしております。先ほどのですね、FZ0 と、まあ、この LSXPX ですね、同じ縦方向なので、皆さん頭の中がこんがらがってしまうかもしれないんですが、これ全く意味が違うんですね。FZ0 というのは、タイヤはですね、基本的な負荷条件の数値なんです。それに対してこの LSXPX はですね、その、まあ、その条件か、まあ、グリップ G が発生するその G のエネルギーに対しての具体的なスリップ特性、グリップ特性を表す数値を、入れてるんですね。これによって、まあ、細かい、まあ、精密なチューニングでですね、まあ、シミュレーター化させることが再現できるという、そういった、重要なパラメータとなっております。はい、次にですね、解説するのが、タイヤのグリップの、限界性能になります。まずですね、使いたいパラメーターとしては、フレックスゲイン、次に、ファールオフレベル、3つ目が、ファールオフスピード。この3つのパラメーターを使って、タイヤのグリップがですね、限界に近づいたりですね、スリップした際の、挙動を制御するものとなります。特にですね、タイヤのたわみや、グリップが失う、グリップの失われ方、あとですね、回復するスピードに、関連しているパラメーターとなります。ではですね、一つ一つ解説してまいりたいと思います。はい、まずはですね、フレックスゲインから説明してまいりたいと思います。このパラメーターは、タイヤのたわみ特性に関する、パラメーターとなります。この数値をですね、調整することで、タイヤの、柔軟性やですね、変形のしやすさを設定して、車両の、まあ、乗り心地やですね、グリップ特性に影響を与えることになります。具体的にはですね、路面の、まあ、凹凸に対する、レスポンスや、コーナリング時の安定性を調整することができるんですね。で、まずですね、ここの数値、一般的には、まあ、0.05 から、0.15 の値が、まあ、通常のファミリータイヤといいますか、まあ、一般的なタイヤとなりますが、競技用のハイグリップタイヤの場合は、この数値を、さらに、低めに設定してあげてください。ちなみにですね、ML865 で使用しているタイヤの場合は、0.03 というですね、数値を与えています。まあ、これによってですね、たわみを、まあ、柔らかい、若干柔らかい、タイヤと、まあ、一応スポーツラジアルタイヤということでですね、若干柔らかめには設定しておりまして、まあ、グリップできるように、調整しております。はい、次はですね、ファールオフレベルとなります。こちらはですね、タイヤのグリップが、限界を超えた時にどのように変化するかを制御するパラメーターとなります。まあ、これによってですね、グリップが失われた際にですね、その挙動が急激なのか穏やかなのかを設定することができるんですね。こちらはですね、一般的には、
まあ 0.7 から 1.0 の間で、まあそれであの一般的なタイヤとなりますが、ML865 では0.9 という値を与えております。この数値というのは若干高めというあの数値となりますが、まあ一応ですね、挙動としてはまあグリップ限界を超えた際、まああの変化が緩やか、まあ穏やかで、扱いやすさというのを実現させたマナジュアルタイヤを、作っております。はい、次はですね、ファールオブスピードとなります。こちらはですね、タイヤのグリップが限界を超えた後の、グリップの低下速度を示すパラメーターとなります。こちらはですね、スリップが発生した際にどれだけ早くグリップが、まあ、失われるかというのを調整することができるのですが、一般的な数値としては1から5の間となり、まあ、を使うことが多いかなと思うのですが、まあ、数値が高めですと、グリップの、低加速度が、まあ、急激となって、低めの数値であれば穏やかになりますよというものですね。ここのパラメータというのは車両の、まあ、挙動に影響するもので、車両の安定性やコントロール性にも影響いたしますので、ここは押さえておきたいところですね。ちなみに ML865 の場合は、3という数値を設定しておりまして、こちらは比較的高めの設定と言います。まあ、これによってですね、まあ、グリップの低下が、まあ、急激とはなりますが、限界を超えた後の挙動が、まあ、鋭くなるため、まあ、走りや峠仕様の、タイヤとしては、まあ、適している、設定となります。はい、そして次にですね、ブレーキング時の、制御に関するパラメーターを紹介してまいりたいと思います。まず一つ目は、CX マルチプライヤーというものですね。二つ目が、レイディアスアンギュラーという、パラメーターです。三つ目がブレーキ DX モッド。この三つを使ってブレーキング時での、制御をする、パラメーターとなります。はい。まずはですね、ここの中で、CX マルチから、説明してまいりたいと思います。こちらはですね、実際のところ、ブレーキング時というカテゴリーには該当しないかもしれないんですけども、主な役割としては一般的には空気抵抗係数に対する、乗算係数として使用されるんですね。で、一応ですね、この一般的な数値は 1.0 の近辺で設定することが多いのですが、ほぼどの車両もまず影響はないものとなります。ちなみに ML865 では 1.05 という値を入れておりますが、まあほとんど影響はないパラメータとなります。念のため説明だけさせていただきました。ただ高速車両においては、ここの空気抵抗の係数に当たりますので、ここの数値は 1.0 に対して何パーセント増加させるかですので、 ML865 の場合は 1.05 ということは 5% 増加しているよという意味合いとなります。はい、続きまして、レイディアスアンギュラー K というパラメーターとなります。こちらの役割としてはですね、タイヤの回転半径に基づく各速度の係数を指定するものとなります。回転半径、まあ、皆さんイメージされるのはアッカーマンジオメトリーのことを思い浮かべられるかもしれませんが、ここで言う、回転半径というのはアッカーマンジオメトリーとは関係がないものとなります。あくまでもタイヤが回転する際の半径度となりますので、この半径に基づいてタイヤがどのように回転するかで、決まってくるんですね。で、実際あらかじめお伝えいたしますと、ここの数値を導き出すっていうのは事実上困難です。ただ、おすすめの設定数値をお伝えすることができますので、私お伝えしておきますね。グリップで、走られる、まあ、競技車両で走られる場合は高めの設定として 0.05 から 1.0 に設定することをおすすめします。ちなみにですね、ML865 のタイヤでは、0.01 というちょっと低めの設定となっております。ですね、高めに設定した場合は、まあ、グリップとしてですね、コーナリング時に、影響が、まあ、出てくるかなと思いますので、まあ、皆さん、ここは走り込んでみましょう。
はい、3つ目としてはですね、ブレイキ DX モードに、移ります、役割としてはですね、ブレイキング時のスリップ調整ケースを設計するものとなるのですが、スリップ調整ケース、これはですね、ブレイキング時にどれだけスリップが発生するかを調整するものとなるのですね。ここでですね、ちなみにまずあらかじめ ML865 から説明いたしますと、こちらの数値を 0.018 というものにしております。これはですね、ブレーキング時にスリップが発生する際のグリップの低下がですね、比較的小さいことを表しています。つまり、あまり滑りにくいという設定にしております。これをですね、例えば、0.03 にしたりすると、ブレーキをかけた時にスリップが発生しやすくなります。これによってですね、ブレーキ性能は向上するかもしれないんですけど、タイヤが滑りやすくなってしまう可能性があります。逆に、値を小さく、例えば 0.01 にしたりすると、スリップはしにくくはなりますが、これによって、ブレーキ時のですね、安定性は向上するんですけれども、ただブレーキの効きが少し鈍く感じるかもしれませんね。いろいろここもお試しください。はい、それでは、続いてですね、さらにタイヤの挙動に触れてまいりたいと思います。